ソリハク TV をご覧の皆様、こんにちは、ナオトです。おはようございます、早朝ですね、朝まずめということでやってまいりました。今回はですね、あの山根さんの大好きな餌を僕の地元で使ってみるとどんな魚が釣れるのかっていうことで検証していきたいんですけども、はい、こちらですね、幾度となく釣りハク TV には登場しておるナマミックという餌なんですけども、書いてある通り何でも釣れるよっていう、ここにねよく釣れる魚って書いてあるんですけど、クロダイ、メジナ、アイゴ、イサキ、キス、カレイ、淡水ではハヤ、ワカサギ、コイ、マブナ、ウグイと、ありとあらゆる魚に効くんではなかろうかということで、今日はオキテイボにやってきましたけども、このオキテイボ周りに潜むね魚をいろいろ、はい、釣っていきたいと思います。まず開封ですね。あー、いい匂いする、美味しそうな匂い。はい、準備できました。すごいな、まだ硬いな。これですよね、生ミック団子やな。まずはね、ノーシンカーでグレバリ使って やろうと思います。欲張って2個つけちゃおう。針完全に隠し、とりあえず重りとかはなしで、もうそのまんまこれでね、ゆっくり落として、ちょっと壁際にねチラチラチヌが見えるんで、まずチヌ狙ってみようと思います。食ってる、食ってるよね。食った、おっしゃ、食った。でかい、急にでかい、潜られたし。おっしゃ、でかい。なになに、あ、切れた。いきなり来たで、いきなりなんかでかいに来た。やば、なんかカラス貝みたいにしてみた。夏なんでね、チヌもね壁際のあれ食べてるんで、カラス貝っぽくフォールゆっくりになるように。よっしゃ、食った。でかでかい。よっしゃよっしゃ、生ミック、生ミック頼む。アイランといて、アイランといて、アイランといてよ。よし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 、やばいやばいやばい。でかよっしゃ、耐えて。ちょっと今ラインすれたな。おしゃ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 、でかでか、やった、来て、チヌや。よっしゃ、食っとった、ポコやって。やった、生ミックや、生ミック、生ミック落とし込みや。ヘチ釣りみたいな感じでゆっくりこう姿を見せずに落としてあげたら、綺麗なチヌが来ましたね。オッケー。 なんでネットをさ腰とかにさつけてないのっていう話なんですよ。とりあえずそこの階段まで持って行ってランディングはしようかなと思います。やった、やばやばすやばす。このままここに、はいドン、はい、オッケー。危なかった。おっしゃー、来たで。オッケー、来た。チヌ、でかいで。ひょっこり。40、50ぐらい。やりました。壁際チヌ。今ね、こう生ミックを涙型にして、ちょっと沈むの早いなと思ったんで、ふわって落ちるような感じ。壁際をね、チヌがハミハミしてたんですよ、3匹ぐらいで。そしたら3匹ぐらいで一斉に襲いかかってきて、一番大きいやつが食ってくれました。
なんか生肉自体比重があるから、こうノーシンカーで壁沿いを落としていくのも面白いですね。餌のみで探れるっていうのは強いかもしれないですね。やった、朝一早起きしてきたか、やったわマジで。最初にね来てね切られたやつもね、チヌじゃないんすよ。でも見た感じなんかでっかいね魚みたいな感じだったんで、引き続きちょっと別の魚も混じらんかなっていうことで、脳進化やっていこうと思います。手前にね30センチぐらい、25センチ、30センチぐらいのしましまのやつがおるんですよ。あいつをねなんとかして食わしたいんですけどね、きついんかな。反応した、反応したけど、気にしてるけど、私は貝が好きっていう感じ。見切られた。ちょっと壁に寄せといたら来るかもしれない。食うかも、食うかも。気にじゃない。うーわ。見切られた。巻きミック。巻きミック。巻きミック。ちっちゃくしすぎると手前のベラがさ、下につくまでに食べちゃいそうだからさ。よし。来てる。あ、取られた。取られてるわ。なんかそこで当たりあったから、とりあえずこのままで、プラス、ガン玉を打とう。ガン玉打ってみた。 3B でそこまで沈めていく。うわすごい、なになに、わサバが来た、サバがすごい、サバがすごいぞ。ふろ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 、うわサバおるやん、サバゲーやん。これ生ミック多分ちっちゃくしたらすぐ釣れるな。アジやば、アジも好きなんやな、やっぱりね。針先だけにちょんとつけて、ちょんとつけて、はいサバ、クト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 、よっしゃ、ウィーサバ、サバ来たぜ。でこのサバを背掛けにして、さっきでっかいシーバスおったからちょっと泳がしてみたりなんかしてね、この辺にねシーバスおったんですよ。え、イカレトラン、イカレトラン、イカレトランな、おるおるおる、イジダおる、イジダおるぞ、メジナも来た。あ、でっかいカワハギおるわ、ボラも、ここパーティーやん。1台をこれで狙いつつ、ベラが来ちゃうんでベラをこっちにおびき寄せといて、あ、カサゴ来た、なんかすごいで、すごいでっかいカワハギおる、やばいやろあいつ、化け物や。ここを漁場にしよう、ここを今日の漁場にする。メジナ、メジナ、メジナ行け、カサ、カサえて、でっかいカサゴやで、あれ化け物みたいなカサゴとイシダイと、何や、君は何、でっかいメジナ、海水浴かよ。あ、来た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 、カサゴ来た。でベラが来て、カサゴが来たー、でかー、やったぜカサゴ、カサゴ23、4センチぐらいのカサゴ、すごいで、
生ミック。見て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 、ほらほらほら、すごいで、すごい。なんとまあ、あとベラグが欲しいな。来てる、来てるぞ。スーって持ってったら合わそう。よし、何ですか。はい、ベラー、よう乗ったね君。ありがとう。星笹の葉ベラの子かな。ありがとう。はい、お疲れ様でした。熱い生ミック使っていったんですけども、まずチヌ、はい、見えチヌ、壁際のやつ結構あっさりね、パクって食ってくれたのが衝撃でした。で、あとはカサゴ、サバ、ベラ、まあ結構この範囲にいる魚たちは割と口を使ってきたなっていうのと、あとまあ山根さんがやってたような感じでパラ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 巻きながらするとちょっと遠い距離から魚がギュッて集まってくるんですよ。で、針にもつけやすいし、こう自分の好きなサイズにもできるから、こう普通の一粒でね、つけてもいいですし、魚がちっちゃい場合はちっちゃくしても面白いですし、なんか他のね、餌とかそういう使い方できるんですけど、これは結構ね、自分の好きな形にできたりとか、こう薄っぺらくすることでゆらゆら落としたりとか、そういうね、自分なりのカスタマイズもできる結構多機能な餌やなっていうのが一つ感想として、はい、得られたので、こういうね、防波堤とか行くときに一つあってもね、結構面白いかなと思います。ゴカイとかね、あのオキアミとかとまた違った魚が釣れたりもする可能性もね、なくはないので、ああいうね、壁際のチヌなんかもマッキーしたら釣れるんですけど、オキアミ単体で食わしたりとか、イソメ単体でね、食わしたりとかって結構ね、ちょっと難しかったりもするんですけど、こういうね、団子状でカラス貝みたいな形にすると反応得られたので、やってみても面白いかなと思います。今後はね、こういう防波堤行くときはちょっと忍ばしてみても面白いかなと思うので、はい、ということで今回の動画はこれにて終了となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねもぜひぜひよろしくお願いします。バイバイ。